にですね、メッセージをちょっとお預かりしているので、そちら、はい、僕がちょっと代読させていただきたいと思います。お願いします。お願いします。こんばんは、内山幸喜です。今日のステージに出演できなくて大変残念に思っています。この作品のアフレコでは冬月さんと氷室くんのドラマにドキドキしつつ、彼らが働く会社の雰囲気が平和で楽しそうだったこともかなり印象に残っています。来年1月からの放送をどうぞお楽しみに。それではステージ上の皆さん、あとはよろしくお願いします。はい。え、来た？来てないです。来てないです。ちょっと待って、声になんか気を取られすぎて、当てにですね、メッセージを